毎月1回お送りしている安心山梨メモ、安心をキーワードに山梨県の情報をお伝えしていく番組ですが、今回1つ目のトピックスは農作業中の安全確保について、農業技術家の岩下智和さんと一緒にお伝えしていきます。岩下さん、どんな内容でしょうか？今回のテーマは、農作業は焦らず急がず慎重にです。農繁期を迎える山梨県ですから、しっかり注意したいですよね。そして2つ目のトピックスは安心山梨ワクチン接種県民運動について、山梨県福祉協議会の中山義之さんと一緒にお伝えしていきます。中山さん、どんな内容でしょうか？はい、2回のワクチン接種を完了した方に特典を付与していただける事業者さんを絶賛大募集中です。はい、番組で詳しいお問い合わせ方法などお伝えしますので、ぜひ聞いてください。